やって食べれればあんこで痩せて健康にに綺麗なれる今回の動画では知らなきゃ損小豆の痩せる取り方、抗酸化、免疫力、含油防、若返りにというね、テーマでお伝えしていきます。お餅を食べる季節になり、スーパーではよくあんこを見かけるようになってきましたよね。しかし、ダイエット中は甘いあんこは我慢しなきゃと思っている方多いのではないでしょうかというのも、何を隠そう私自身がね、大のあんこ好き。もうね、粒あんが大好き。そのため、ね、お餅にあんこは持ち 白のこと和菓子にアントーストにぜんざいなど毎日のようにあんこを食べていたんですなんならあんこだけでも食べられますそうすると当然太ってしまいましたしかし実は小豆にはダイエットだけではなく美容健康に嬉しい効果がね盛りだくさんなんですしかも甘いあんこであっても食べ方を工夫すれば同じようにその効果が得られます実際私は痩せる小豆の取り入れ方を知ったことであんこも楽しみながら -12 キロのダイエットに成功して2度の出産 を経てもアラフォーになってもその体型をキープできていますということで今日の動画では小豆の効果エスラ好きの取り入れ方というラインナップでねお伝えしていきます最後には材料を入れて放置しておくだけでできる簡単でヘルシーなあんこレシピもご紹介するので私と同じあんこ好き甘いもの好きな方は要チェックですよ小豆の効果一つ目ですダイエット効果 多くの方は、あずきイコールあんこ、お菓子というイメージがあるかもですが、あずきって豆の一種ですよね。そのため、豆であるあずきには食物繊維がめちゃめちゃ豊富。なんと、あのごぼうの2倍以上もの食物繊維が含まれているんです。そして、この食物繊維には血糖値の急上昇を抑える効果があって、血糖値の急上昇は脂肪の蓄積につながります。なぜなら、血糖値が急上昇すると、体が急いで血糖値を下げなければと働いて、糖を脂肪として蓄積する作用が起こるからです。 しかもこうして血糖値が急降下することで危険を感じた体が今度は血糖値を上げなければと働くので食欲や糖質欲求がアップしてしまうんですねそのため小豆によって血糖値の急上昇が抑えられると脂肪の蓄積と食欲やお菓子欲求の高まりをね防ぐことができるんですなので小豆は食べるだけでダイエットが進みやすくなる優れものなんです 小豆の効果二つ目です。デトックス効果。先ほどもお伝えしたように、小豆には食物繊維が豊富。ということは、小豆って便秘解消効果が高い食材なんですね。特にあんこには不要性食物繊維が豊富で、これは腸内のゴミを絡め取ることで、便のかさ増しをして腸を刺激して便を出しやすくする効果があるんです。つまり不要性食物繊維は腸内のデトックス効果や腸を動かす効果が高い食物繊維。なので、小豆は腸の動きが悪くなりやすい 筋力がが弱いい方方活動量が少なにに特におすすめですその上小豆には腸内の善玉菌を活性化させてくれるラフィノーーススタキオースという成分も含まれていますそのため小豆は便秘解消だけではなく腸内環境の改善までサポートしてくれる食べ物なんですよしかも小豆にはむくみ解消効果のあるカリウムも豊富つまり小豆は便秘とむくみというダブルデトックス効果が期待できるんですねちなみにこののカリウムは高血圧の予防、 改善にも効効効果果果を発揮してくれますすよ小豆の効果3つ目です代謝アップ効果実は、あずきは食べるだけで代謝を高められる食材なんです。なぜなら、あずきには糖質をエネルギーへと代謝してくれるビタミン B1 脂質をエネルギーへと代謝してくれるビタミン B2 タンパク質をアミノ酸へと分解してくれるビタミン B6 そういったビタミン類っていうのが豊富だからです。 つまり小豆なら糖質脂質タンパク質というカロリー源をとってもそれをエネルギーとして消費することができるんですね加えて豆の一種である小豆にはタンパク質自体も豊富に含まれていますここ嬉しいですよねタンパク質は筋肉を作る材料になりますし代謝の維持に必要不可欠なだけではなくって体内で熱を生み出す力が高い栄養素 つまり小豆は食べるだけで代謝を高められるんです。 さらに、あまり知られていないんですが、小豆には鉄分も豊富。鉄分といえば、貧血の予防、改善に必要なイメージがあると思いますが、実は代謝にも深いつながりっていうのがあります。なぜなら鉄分が不足すると、各細胞に酸素を届けるヘモグロビンという血液成分が作られにくくなるので、細胞が酸欠状態となって代謝が低下するからです。そのため、貧血はだるさ、めまい、ふらつきなどの症状だけではなくって、痩せにくさにもつながってしまうんです。 女性は生理があるため特に鉄分が不足しやすいので預けで美味しく普及していくことがおすすめですよ預けの効果4つ目ですアンチエイジング・病気の予防効果 これらも知らない方が多いんですが、実は小豆ってめちゃめちゃポリフェノールが豊富な食べ物なんですね。実際、小豆には赤ワインの1.5倍、同じ豆類である大豆と比べると、なんと約6倍ものポリフェノールというのが含まれています。このポリフェノールという成分は抗酸化作用、つまり体の酸化に対抗する力が強いので、アンチエイジングに効果的。つまり小豆は代謝の低下、見た目の老化、病気など、ダイエット、美容、健康の全てにおいて効果を発しています。 発揮してくれるんです例えば、小豆のあの鮮やかな紫色は、ブルーベリーなどに含まれているアントシアニンというポリフェノールによるもの。皆さんも一度は聞いたことがあると思いますが、このアントシアニンは目の健康に効果的。そのため、老眼や白内障、視力の低下などを予防してくれるんです。 そして、あずきに最も多く含まれているのが、カテキングルコシドという成分。これは、緑茶に豊富なカテキンと、仲間のポリフェノールになっていきます。なんと、このカテキングルコシドは、免疫力を高める効果や、コレステロール値を下げる効果に加えて、なんと抗がん作用まであるんですね。その上、血糖値の上昇を抑える効果まで期待できます。また、あずきには他にも、ルチンというポリフェノールも豊富で、これは血管を強くする働きがあるので、あずきには、動脈効果や、高血圧を予防するっていう 効果もあるんですこのようにダイエットだけではなくって健康、美容においても様々な嬉しい作用がある小豆。ただ小豆ってどうしてもあんこや甘煮など甘くする取り入れ方っていうのが主流ですよね。この甘くてほっこりするのがね、小豆の魅力ですし、私もそこに取り憑かれているんですけれども、しかし市販のあんこや小豆の煮物には砂糖がね、たっぷり。これはね、皆さんの想像通り。<laughs> これではね、これまでお伝えしてきたような小豆の効果は得られにくくなっちゃう。 ししになっちゃうそこで、あずきをヘルシーに食べるために、家で手作りしようと思っても、あずきを家で煮るのって結構手間がかかるイメージありませんかしかし、今からご紹介するある方法なら、しっかり甘みがあって、簡単に調理できるのに、ヘルシーにあずきを食べることができるんですよ。ということで、続いては、痩せるあずきの取り入れ方っていうのをご紹介していきますね。最後には、さらに簡単にあずきの栄養を取る方法っていうのもご紹介するので、要チェックですよ。今回はなんと、炊飯器を使った 簡単でヘルシーなあんこの作り方ってていいいうのののをご紹介していきますす甘いあんこここでで痩せられる秘密がこのエリスリストールですねこの書籍の中でもね、エリスリトールたくさん紹介しているんですけれども、なんとこれがね、血糖値を上げないカロリーゼロの甘味料なんです。こう聞くとなんだか体に悪そうと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、これは自然の甘味料になっていきます。市販でよく売っているラカント、有名ですよね。それもエリスリトールを主成分として作られています。ただ、こちらのエリスリトールの 方がお値段がお手頃な上余計なものがね一切入っていないというところがおすすめですし私もいつもこれを使っておりますエリスリトールはネットで簡単に安く購入できます私が買っているものはこの動画のタイトルをクリックしたら出てくる概要欄でご紹介しておきますのでそちらをご覧くださいでは早速痩せるあんこの作り方をご紹介していきますといっても材料を混ぜてね炊飯器のスイッチを入れるだけです材料は乾燥小豆2 5 0グラム、水普通にご飯を炊く時の3号ラインまで入れてくださいでエリスリトールが 200g で塩が 1> 1 2です作り方は1、炊飯ジャーに乾燥小豆を 250g 入れて、水を普通にご飯を炊く時の3号ラインまで入れてください。に給水をしっかりした方が美味しく炊けるので、夜のうちにセットしておいて、翌朝に炊き上がるようにスイッチオンしておくことがおすすめです。3、翌朝、炊き上がった小豆にエリスリトールを混ぜて、もう一度炊飯モードをオン。その後ももう一度混ぜるだけで完成です。渋抜きをしてもいいんですが、実はあの渋み、アクの部分にポリフェノールが多く含まれ まれているのと、最近の小豆はえぐみが少ないことに加えて単純に面倒なので今回はね渋抜きなしで作りました。これでも十分美味しいですよ。炊き上がった後にしゃもじで小豆の粒をね潰してお好みのあんこの粒の大きさにするっていうのもおすすめです。放出できた痩せるあんこはヨーグルトに混ぜたりだとかお餅や全粒粉パンブランパンにつけて食べれば甘いあんこをヘルシーに取り入れることができます。こうやってね食べればあんこで痩せて健康に綺麗になれると言っても過言ではありません。ただ 小豆に豊富な不溶性食物繊維は摂りすぎるとかえってお腹の張りや便秘に繋がるという方もいらっしゃるので量は1日につき小鉢1つ分程度をね意識してみてくださいね痩せるあんこは冷蔵庫なら3日程度冷凍保存なら3週間程度を目安にストックすることができますよ小分けにして冷凍しておけば使いたい分だけ解凍できておすすめですただ炊飯器で炊くことすら面倒もっと楽に小豆の効果を取り入れたいという人は小豆茶を活用するのもいいと思います 特にこれからのね、季節、暖かいお茶で温活効果が得られるので、一石二鳥ですよね。しかも、お汁粉のように、優しい甘みがね、あって、癖になって味もとっても美味しいですよ。私が普段取り入れているね、あずき茶も、この動画のタイトルをクリックしたら、出てくる概要欄でご紹介しておきますので、そちらも参考にしてみてください。ただ、皆さんに最後にどうしてもね、お伝えしておきたい注意点というのもあります。それは、あずきは、あくまでもダイエットや健康の補助。 でであるとということですつまり今回ご紹介した痩せるあんこさえ食べていれば絶対に痩せられるというわけではありませんというのもダイエットや健康で一番重要なポイントは何かというとそれは食事のバランスつまりこの痩せる食事のバランスさえ身につけてしまえば運動や食事制限なしで我慢やストレスなく痩せることができるんです実際私は看護師、保健師、ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法により これまで2500名以上のの方をダイエットからの成功に導いてきましたここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも食べて痩せる食事法を学び3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います現在11万人以上が登録している公式 LINE では「食べ痩せ小冊子」2冊や「脱リバウンド動画」3本を無料で受け取ることができ 今回の動画でご紹介しきれなかった1 7000文字の食べ痩せ教科書。何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率8%達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊。実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ。ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券。 30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式らに今なら3ステップで学べる食べやせの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画これも受け取れます。 食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方そういったご質問を多く頂い,いておりますのでこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ概要欄が表示されているので赤枠の公式ラインの URL をタップタップ後10秒でプレゼントが受け取れます。 すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてください。ちなみに何で有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を1人でも減らしたいそんな理念で YouTube を運営しているからです。 一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典はすべて無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいので、ご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。